ようまいら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。はい、この前ね、このしりとりゲームっていうね、フリーゲームで山手線ゲームっていうのをやったんですけどね、もう一個ね、東海道本線ゲームなるものがあるらしいんでね、今回はやってみようと思います。はい、じゃあ2人用にしましょう。山手線、はい、あれこれ山手線になっちゃうのかな。相手をお選びください。あ、ここで選べるんだね。東海道本線の駅面で行きましょう。東海道本線って言ったらね、東京からあっちの大阪の方までですよね。どこまでがちょっと東海道本線なのかよくわかんないけどね。米原、大阪までなのかな。はい、じゃあやっていこうと思います。はい、これはね、山手線と違っていっぱいあるんでね、なかなか尽きることはないでしょう。はい、今回のルールは東海道本線の駅名です。はい、じゃあまず最初は東京から行きましょう。蒲田、うーん、どうしようかな。川崎、神奈美、神奈美たちの静岡県の方だよね。じゃあ沼津、富士川、富士川ってどこだろう。静岡でしょう。静岡、大見八幡、うん、随分遠いとこ行きましたね。じゃあ俺様は名古屋で、大阪、あ、そっか、大阪まではあれなんだね、東海道本線なんだね。あれ新大阪って東海道本線ですかね。ちょっとわかんないからやめとこう。いっか、新大阪、あ、よかったよかった。安土、安土ってさ、なんかあっちのどこだっけ、滋賀県の方だよね。滋賀県じゃないかもしれないけどね、この辺は何回か行ったからね、覚えてます。あれ、あそこいいのか。安土、桃山じゃなくて関ヶ原だったよね、岐阜県に。六甲道ってどこだろう、全然わかんねえや。東京の方にしましょう。品川じゃなくて品川、東神奈川、東神奈川ってさ、あれ東海道線なんですかね。まあいいや、横浜は出たから、あ、辻堂とかいう駅あったよね。片浜、片浜って確か沼津の方だよね。原って地名あった気がする。よし、湯河原、小田原、柏原ってどこだ、わかんないな。柏崎は新潟だよね。どうしようかな。熱海って出たね、確か。三島出てないでしょ。三島、茅ヶ崎、藤沢って出たかな、なんか出た気がするな。あ、なんだっけな、東なんちゃらの浦だったけど、ちょっと正式な名前覚えてないからちょっとやめときましょう。え、多分まだ出てないのいっぱいあるよね。大阪の方行くか。大阪の方でもよくわかんないな。あ、京都があるじゃん。京都、掛川、静岡県だね。浜松って出たかな、なんか出たような気がするから。あ、新庄原っていうのがあったね。神原、新神原っていうのが確か隣にあった気がする。ここはね、あの電車自撮り動画の編集でね、よく使ったからね。浜松町、うーん、どうしようかな。浜松町、うーん、思い浮かばないな。全然ね、なんかね、頭に思い浮かばないんですけど。岡崎、岐阜貨物ターミナル、何貨物ターミナルって、そんなのありなの。じゃあ俺様は岐阜で行くわ。神津、神津ってあれかな、あの小田原の方の、ね、確かね、西岐阜っていうのがあったと思うんだよね。
長岡京。じゃあ岐阜県で行きましょう。穂積のさ、ずってさ、すに点々か、つに点々かよくわかんないな。やめとこう。大垣。大垣。清少貨物。どこだ？米原。南彦根。じゃあ俺様は彦根で行きますわ。東淀川。淀川っていうぐらいだから大阪だね。吹田。多分ね、大阪の地名適当に入れてれば当たるでしょう。熱海。茨城。木かな木かな、わかんないな。茨城県はね、茨城なんだけどね。大阪のあれは茨城かな。いや、木にしとこう。大高。あ、当てた当てた。どうしようかな。南京都とかだったっけ。全然出てこないな。あのさ、琵琶湖線とかあったじゃん。あれってさ、この東海道本線になってるのかな。よくわかんないな。まあ多分ね、東京とね、大阪の間のね、駅をね、適当に入れてればね、多分合ってると思うんですよ。だから、どうしようかな。横浜って出たかな。あ、保土ヶ谷にしとこう。保土ヶ谷。あいみ。どこだろう、あいみって。あ、蒲郡。稲沢。どこだろう。静岡っていうとね、漢方薬のジーヤじゃなくて漢方薬のニーヤを思い出しますね。これさ、動画的にさ、なんか随分こんなダラダラと長くちゃさ、誰も最後まで見ないよね。まあいいや。なんかね、全然思い浮かばないな。思ったよりね、だいぶね、グダグダする感じになっちゃいましたね。これさ、山手線の方が良かったね。逆にさ、こんな東海道線だとさ、ありすぎちゃってね、逆に思いつかないよね。どうしよう。品川出たでしょ。静岡県内で考えてみるか。静岡広いからね。ダメだ、思い浮かばない。あ、三河安城。三河安城。立花。安城っていうのもあったの、確か。樽井。あ、なんか岐阜の方だね。弁天島っていうのは確かあったな。なんかね、弁でね、うんこを思い出すんだけどね。このね、弁天島のね、弁はね、うんこの弁じゃなくて、弁当の弁なんですよ。瀬田。どこだ。湯河原ってさっきなんか俺様が出たような気がするから、秋葉原とかで行ってみるか。秋葉原。違うの。マジか。58回。秋葉原って何、東海道線じゃないのあれ。山手線か。そっかそっか。ね、58回です。はい。まあ、エクセレントって言っていいんじゃないでしょうかね。ということで今回は東海道線ゲームでした。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、燃やす。